人暮らしの生活に癒しを与えてくれる、もう一人の家族として迎えられるペット、帰宅した時に癒しの存在がいてくれたら、と考えたことはありませんか？今回は、お世話の手間が少なく、一人暮らしでも飼いやすい、ペットを引き紹介していきます。それぞれの特徴を知って、あなたにぴったりの癒しの存在を見つけてみましょう。ウサギ、大きさは手のひらサイズほどの小型動物です。おおらかでおとなしい性格が特徴で、鳴き声が少なく、トイレのしつけをすると覚えてくれるので、非常に飼いやすいペットです。長い耳とふわふわの尻尾、お尻がたまらなくキュートで可愛らしいです。手入れが簡単で、飼い主に懐くことから、ペットとして非常に大人気の動物です。ペットショップに行った時に、一度ご覧になってみてはいかがでしょう。インコ、小型の鳥さんで、簡単に手に乗せることができます。インコの種類により、体の模様や色のバリエーションが異なり、丈夫な体をしていることから、非常に人気のペットです。社交的で人懐っこく、人間の言葉を覚えることができるので、自分が好きな言葉を覚えさせることで、非常に親近感が湧くこと間違いなしです。手入れが比較的簡単。コミュニケーションを楽しみたい、鳥を飼ってみたいという方は、ぴったりなペットではないでしょうか。猫、王道のペットですが、一人暮らしに非常に適しています。親しみやすい、適度な愛情を求める、散歩がいらない、頭が良いなど、ペットとしての才能が満ち溢れています。柔らかな毛並みや大きな瞳、膝に乗ってきてくれる可愛さが魅力で、猫のために早く帰宅したくなる人も急増中です。手入れが比較的容易で、室内でも快適に暮らすことができます。ペットに迷ったら猫ちゃんを飼ってみてはいかがでしょうか。ハムスター、手のひらサイズで餌も少なく、飼育が比較的簡単であるため、一人暮らしでは最適のペットです。小さな手や愛らしい小袋、車輪で走る姿はたまらなくキュートです。比較的安価であり、手入れが簡単なので、ペット初心者は、まずハムスターから飼い始めることをお勧めします。夜行性なので、昼間は寝ていることが多いです。仕事から帰宅した時に、元気に走り回る姿を見ると、疲れが吹っ飛んでしまいますよ。ハリネズミ、日本ではまだポピュラーではありませんが、1日2回の餌やりとトイレ掃除のみで、比較的手入れが簡単です。飼育の難易度はかなり低いので、一人暮らしでおすすめのペットです。背中のトゲトゲと小さな目が特徴的で、慣れると手に乗ってきてくれて、とても癒されますよ。リラックスしている時は、背中の針が寝ている状態になるので、毎日コミュニケーションをとり、懐いてもらえるようにしましょう。また、犬を一人暮らしで、飼ってみたいと思っている方も多いかと思いますが、一人暮らしの状況では注意が必要です。犬は社交的な動物であり、飼い主との密なコミュニケーションや運動が必要です。長時間の面倒や頻繁な散歩が難しいことから、ストレスや家での不適切な行動が生じやすいと言えます。夜遅くまで仕事があって、散歩に行く時間がない、という方は、犬を飼う際は、自分の時間管理をしっかりしていくことをお勧めします。いかがでしたでしょうか？一人暮らしでも癒しと楽しさをもたらしてくれるペットはたくさんいます。ウサギ、インコ、猫、ハムスター、ハリネズミ、または自分が飼いたいと思っているペットの特徴を知り、自分に合ったペットを迎え入れて、心地よい生活を楽しんでみてくださいね。